今勝つなんやろ、いきなり釣れましたよ。イエーイ。よいしょ、食った。上流からドリフトさせたら来ましたよ。アイヤローとバスくん、イエイ。ラストエースホバスとね、このリアルなワームに、これね、やっと変えたんですよね。フィッシュアローのスパインフックね、ホバストなんかにいいんじゃないって針ですけども、これをせっかく変えたんでちょっと使ってみようかな。あ、いっぱい入ってんのこれね。 ありがたいな。で、頭のあたりから入れて、接着剤持ってきてないけど、まあまあまあ。で、リーダーに結び、余分は切ってで、頭にネイルシンカーね、頭に入れるところが、あ、これかな。あ、最初から穴が開いてるから 0.5g 入れてみました。こんな組み合わせ、ホバスとで、タックルはですね、クリッタースティック、ティムコの EP ラインで、これでホバホバしてみようかな。バスはね、いて、いくつかプラグで釣って、で、ちょっと反応が悪くなってきたんで、ホバスト、うわ、食った食った食った。一投目、一投目だよ。おほほほほほ、すげえ。いやいやいや、小さいけど組んで一投目、あざす。はい、ラスト F80F ね、ホバストで使ってみようと思ってね、組んで1投目ね、サイズは小ぶりだけど、ちょっとびっくり。これ三重バス、デカバスとかいたらすげえ食わせになるかもな。ちょっとね、サイズは小さいんですけどね、1投目で釣れたんで超嬉しい。バスで、タックルはクリッタースティックにルビアス PE ライン 0.85 の組み合わせ、0.5g のネイルシンカーを入れてみております。ラストエース、やばい。